さきちゃんもせっかくだからジョーさんと同じロフトの多い方がいいので34度で同じように砂ごうと。はい、もうやったよかった、はあ、まあだから3度たきますいただきます。 だからまあバンカーで砂の抵抗があるからよりやっぱりシャフトが重くってやっぱヘッドが重いあの通常のユーティリティでね心心地よくやっぱりキちゃんの力でヘッドスピードを加速させるよりもより効果的だったわけですよねだからまあこういうクラブを一つ持ってたらすごくキちゃんもお助けになるかもしれないしキちゃんの場合はこれに匹敵するチッパーを持ってますからもうそれを頼りにすればいいと思うんですけどジョーさんの場合はもうこれはやっぱり。 ね、必需品としていや,<当>いや別にそのナラバアイアンっていうかその160ヤードの距離だけじゃなくこの距離のあるバンカーをうそういう十分使えますよね十だから5 0ヤードって言ったら本当にもうトッププレイヤーでも泣きどころなんですよ、うん、で逆にあの設計の妙であの僕なんかがあの中継させていただくところとなんかはそこにわざわざやっぱりいやらしくバンカーを新しくトーナメント用に作っちゃったりすることもあるので。 そううするともう絶対入れたくないからもうそこまで届かないクラブで必ずもプロはもうレイアップするしかないとかそれがそこ入っても怖くないとなればもっともっとやっぱり攻め方にも厚みが出てくるしスコアも伸びる可能性ありますからね。もうですがもう本当にあの力がない女性とかおじいちゃんおばあちゃんね非力な人用にもうユーティリティはあるのではなくてもう本当にもう僕が説明したもう一 4441みたいな14本の構成をもう皆さんも考えていただいてこう老若男女みんなこのもう今の道具の能力から言ったらそれが組み合わせの一つのまあ一番の基準で,でそこからまあ体力とかまあ日本だったらやる季節やるコースのシチュエーションというかレイアウトに合わせて今日はユーティリティを多めに持っていこうとかユーティリティよりは風が強いからユーティリティ抜いてロングアイアンまで上佐だったら3番アイアンまで入れていこうとか。 そういうこういい組み合わせを楽しむっていうやっぱり14本を心地よく入れ替えて楽しんで、まあ、自分の持ってるそれぞれの実力をまあ100%うまく発揮して楽しめないとゴルフっていうのはなかなかねつまらないので、うんはい、そのためにも今回のユーティリティはもは必ずやっぱり注目していただきたいと思ってたので。